今回はチャーシュー麺の作り方を紹介します。前回と前々回で紹介したチャーシューと醤油だれの作り方と基本の鶏ガラスープを使って作ります。まだそちらの動画を見ていない方は見てみてください。醤油と一緒に煮た豚肉から旨味と脂が溶け出した中にたくさんの香味野菜の風味が味わえ、醤油だれと基本のさっぱりした鶏ガラスープを合わせたスープです。そこに香味油を入れ、柔らかく煮たチャーシューとネギをのせたら出来上がりです。それでは作っていきましょう。中華麺を沸騰したお湯に入れ、茹でます。丼に醤油だれ、香味ラード、鶏油、フライド具材を入れます。香味ラードとフライド具材の作り方は別の動画で紹介していますので見てみてください。鶏ガラスープを入れます。茹で上がった麺をよく水切りしてスープに入れます。刻んだネギを振りかけ、その上にスライスしたチャーシューを5枚乗せます。さらにその上に細切りしたネギを乗せて完成です。今回のチャーシュー麺はシンプルな醤油味のラーメンで、昔ながらの懐かしい味です。よかったら作ってみてください。それではまた次回よろしくお願いいたします。